はい、国立国会図書館で一日勉強しました。閉館時間まで、朝の8時半から始まる開館時間から、今午後5時です。閉館時間まで一日勉強しました。すごいですね。さすが日本一の図書館。最新の、テキストで勉強しました。ここない本がないと言われるぐらいですね、豊富な。で、新刊出す書籍メーカーですかね、が全部納品するらしいんですね。ちょうど正面が国会議事堂があります。土曜日はですね、5時までで終わりなんですね。普段はね、夜7時まで19時までやってるんですけど、今日は2時間早いんですね。で、まだ早いので午後5時なので、これからですね、まだ10時までやってるね、日比谷図書館まで歩いていこうと思います。ちょうどね、国会議事堂の前を通ってきますので、国会議事堂のね、素晴らしい姿を撮影したいと思います。国立国会図書館ね、駅はね、これ左側なんです、永田町。もうすぐなんですよね。で、日比谷図書館は日比谷公園の中にありまして、地下鉄で行くんですけど、永田町じゃなくて赤坂見附まで歩かないといけないんですね。で、それから銀座線に乗って、じゃないか、丸の内線か、丸の内線に乗って、霞ヶ関まで移動するルートなので、電車乗ってルーノとどっちが楽かっていうと、電車乗る方がきついですね。なのでこのまま歩いていってしまいます。で、国会議事堂の前を通って国会通りを、有楽町の方に向かって歩くと日比谷公園があります。国会議事堂、鐘が鳴ってます。ちょうど5時ですね。閉館時間です。ここ、マリさんの場所ですね。もう暗くなっちゃって分かんないんですけど、季節的に今11月24日ですかね、のためにですね、もうほぼ日が落ちちゃってるんですよ、5時で。そこの今鐘が鳴ってるのは、日本国憲法を制定した、発布したとこですかね、記念すべき場所なんですね。法治国家日本のですね、法律を制定した場所です。あ、ちょっと渡っちゃうかな、渡っちゃおう。よし、本当にね、都心なんですけど、緑の多くてね、東京の都心とは思えないですね。こういうね、至る所にね、それ歴史的な何かことがあったことを書かれてるんですね。おっと、怖い。国会議事堂の前に来ました。すごい、おー、みんな撮影してる。すごい、なんかね、こういう国会の前でね、危ない人いっぱいいるんですよ。警察の人も大変ですよね。すごい。あ、で、正面が、渡っちゃおう、桜田門ですね。で、こっちは国会通りで日比谷公園がこっちですね。よし、はい、あ、今日は土曜日なんですけど、日曜日ここに来るとですね、この交差点に来ると、総理やめろとかですね、すごいもう何千人規模で来てますね。ここはイチョウ並木で、日が落ちちゃって分かんないですけど、黄色くね、色づいてます。では、国会通りこのまま日比谷、
霞ヶ関の駅前を通って、日比谷公園に向かいます。どうかな、ピント合ってるかな。国会通りのね、このイチョウ並木、綺麗ですね。すごい黄色く色づいて、すごいね、綺麗ですよ。このアリさん、ここの交差点を右に回ると総理官邸ですね。これ多分地下鉄作ってんだろうな。ずっとこの仮囲いがあるな。それで左に入ると、山王ですね、総理官邸があります。ため池山王ですね。これはまっすぐ行くと、外務省へ出てきます。首都高速道路環状線の、霞ヶ関インターチェンジですね。曲がると霞ヶ関インターチェンジです。あ、そこの角、国土交通省ですね。昔の旧建設省です。はい、あ、渡っちゃおう。霞ヶ関インターチェンジ。よし。で、外務省と国土交通省。国土交通省にはね、昔からの、北方領土返還要求の看板が、昔からあるんですね。よし。そう、これね、見えるかな？サーチライトでね、だってよく読めないですけどね。北方四島の変換ね。で、これは、こう、外務省ですね。桜並木で、ここは綺麗ですね。中はね、外は一応並木ですけど。敷地面積から言ったら外務省が一番でかいんじゃないかな。はい、じゃあこのまっすぐ、国会通りを下ります。霞ヶ関駅まで降りてきました。これね、いつも東京タワーですね、虎ノ門。この通りはね、虎ノ門から 桜田門まで歩く通りなんですね。いつも歩いてますね。日曜日は必ずね、晴れてればここ歩いてますね。で、ここがちょうどその中間点である霞ヶ関駅ですね。これは昔、農林水産省。ねえ。昔オウムの事件があった駅ですよね。本当に都心の、その頭脳、日本の頭脳が集まってる、ね、駅ですね。あ、駅の、地上に出るところで工事やってますね。旧農林水産省ですね。ここは経済産業省。あの角にね、原発反対の、テントがあったんですよ。昔3年前東京に勤務してるときは。今なくなっちゃってるな。撤去しちゃったのね。もうすぐ、もう一区画、あの赤信号のところが日比谷公園です。日比谷公園まで行きました。その交差点、信号渡ると日比谷公園です。ちょうどね、こう、霞ヶ関の駅ですね。霞ヶ関の駅にすぐが日比谷図書館があるんですけど、さっきね、国会図書館から来るのに、歩いた方が、ね、早いんですよ。で、下り坂なんでね、国会から楽なので歩いてきました。この辺はね、民間団体ですかね、が多いんですね。官庁の外郭団体の、事務所が結構入ってます。あの建物なんかはマンション管理業協会の事務所が入ってますね。
で、日比谷公園ですね。あ、夜も噴水出てんだな、これ。噴水上げる意味あんのかな。何も音しか聞こえない。よいしょ。これ時間によってはね、すごい華々しく噴水がね、立つんですよ。ね、こうね。で、その闇の中が、闇になってるところが、野外音楽堂。で、あの明るいのが日比谷図書館ですね。今日もやってますね。じゃあ、勉強していきます。夜10時までやってるんでね。で、Wi-Fi と、電源がつけます。で、ここの欠点はね、Wi-Fi がね、すごい悪いんですよ。遅いし、繋がりにくいし。うん、電源だけですね。だから、国会図書館みたいにね、Wi-Fi もバッチリじゃないですか。ね、あそこはもう文句ないんですけど、ここはね、Wi-Fi が非常に悪いです。繋がりが悪い。だからは、クラウド上にデータを入れて、勉強しようとなると、ちょっとしんどいですね。だから、ディスクトップなんかに用意してね、スタンドアローンで、ネットワーク使わないでね、作業する分にはいいんですけどね。で、そういう電源を使える席がですね、2時間縛りで終わりなんですよ。1回利用で2時間なんで、まあ、現在、6時、5時半ぐらいじゃないですか、まあ、6時から帰ったとして、彼らとして8時でもう打ち止めなんですね。あとは電源のないところでやるということで、必ずモバイルバッテリーも持ってないとダメです。しかもですね、かなり大きいやつがないと、消費電力が高いね、ノート型パソコンだと、それはしんどいと思います。僕はね、結構でかいの持ってるんで、だいたい6時間ぐらい使いますね。タブレット、PC が。